クシュ。皆さんこんにちは、加藤です。今回はヘライザーのチャンネルがですねバンされるかもしれないといった件と、遠藤チャンネルがですね投資家をやると、投資家になると言ってる件についてお話ししたいなと思います。でね、この二人はですね、まあ素人とは言えないというか、ちょっと頭抜けてるレベルの高いね、YouTuber だと思うんですよ。やっぱね、基本的に YouTuber ってクソもんな奴らが、クソもんな客にですね、クソもんな動画を作って、で、調子乗ってる奴らがまあ多いわけですよ。まあ、なんだけど、この二人はね、まあ普通にそのテレビの世界とか、芸能の世界に入ってもやっていけそうなぐらい、まあ実力があるんじゃないかなと思うわけですよ。で、まずね、ヘライザー。で、これね、まあ、なんとかなるんじゃないかなと思います。で、遠藤チャンネルね。で、これは、投資にね、力を入れていくってことで、ちょっとやっぱ YouTube の方がですね、まあ、うまく動けないってことと、まあ、ニコ動の方でね、まあ、頑張ってるみたいですけど、やっぱり YouTube とニコ動だとね、見てる人の量が違うんで、まあ、なかなか厳しいっていうことで、まあ、投資の方でちょっとやってみようかなってことだと思うんですけど、これもね、うまく成功してほしいなと、応援したいなと思います。はい、今回は以上です。クッション。